グリフィス様、シャルロット様、もうお立ちになられるのですか。ええ、行ってまいります。私、今度の戦ほど戦い恐ろしいと思ったことはありません。グリフィス様、どうかどうかご無事で。 行くぞ。出発。俺にとって友とはそんな対等のものだと思っています。対等のものか。Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this episode of Berserk and the Band of the Hawk. I'm your host, Starnum Lander, and today we're gonna face the Blue Whales. A friend must be someone I can call equal. Griffith's words stayed with Guts. They were a great blow to Guts, who had chosen to pledge his sword to Griffith. The Midland Army embarks upon a large-scale campaign. The Band of the Hawk once again departs for the battlefield, and waiting for them, donned in their blue armor, are the formidable soldiers of the Empire of Tudor. 森の紹介にあたれ。森？きっと何かあるんだね。隊長、本体より先に砦を落としちまいましょう。あ、森に敵が隠れてるよ。グリフィスには分かってたんだね。 ユリウス殿下さえご存命な。我が軍は翼の片方をもがれた形だ。これでますます鷹の団の重要性は、こりゃ乱戦だな。 制圧完了だ。本体が遅れているようだな。キャスカ、どうしたの？調子悪そうだよ。問題ない、気にするな。こんな時に。 ガスが何てさまだ。大丈夫か、キャスカ。お前はグリフィスのところで休め。 分かった。後のことは頼む。よし、俺はここで指揮を取る。
砦が我々のものとなった今こそ打って出る好機全軍突撃。 ガッツ、奴は奥へと逃げ込んだ。追撃しろ。コルカス、警戒に当たってくれ。敵の援軍が来る。援軍？このタイミングにか。本陣に敵を寄せつけるな。応戦しろ。ピピ、止められるな。任せろ。手を貸してくれるか。お前がここに。チッ、いいから手を貸せ。当然手柄は俺のだからな。よし、本陣にたどり着いたぞ。みんなお見通しだよ。
も伏兵だぞ。さすがだ。捕まえたぜ。来たか小僧。だが貴様のような下郎にいつまでも構ってはおられん。我が聖芸町重曹猛進撃滅騎士団の戦士たち、その男をここから出すなよ。分際で騎士の真似事などしよって、その仙人町の地位もあのグリフィスとやらの人根に潜り込んで手に入れたのだろう。女の身でありながら戦場という男の聖域に踏み込んだ浅はかさ。この聖芸超重装猛進撃滅騎士団団長アドン様が知らしめてくれるわ。うん、いや、そら。どうした、そこまでか。そのざまで仙人町とは少子千万、赤の段もよほど人手不足と見える。見ればなかなかの器量。今までの比例は許そう。どうだ、チューダーに来んか。仙人町に迎えよう。我がチューダー兵仙人を慰める仙人町にな。あそんなに戦争の餌食になりたいか。よかろう、このアドンが相手をしてやる。まだ返り討ちにしてやるよ。たわけたこと。あの時はまだ全力ではなかったのだ。だがまぐれは二度続かん。我が小堀一付け140年にわたり伝承されし戦争術、最大奥義、くらえ岩山旋風。うにゃー。岩山旋風、何よ。よっしゃ、いつものお前らしくないぜ。気抜いてると。おい、キャスカ。おい、しっかりしろ。しまっ、キャッハー。アルトー隊長、キャッツ。
二度とこんな格好で泳ぐか。Guts, returning an old favor, warms Casca's shivering body with his own. They spend their time recovering, but the Blue Whale Knights have caught up with them. よう。ここは川っぺりの洞窟さ。運よく川に落ちたんで助かったんだ。川？おいバカ、まだ横になってろ。熱が下がりきってねえんだからよ。しょうがねえだろ、ずぶ濡れでおまけに凍えかけてたんだからよ。なんだよその目は。ほらお前、うわっ、何すんだてめえ。てめえ、いい加減に。てめえ、いい加減にしやがれ、このひそ女。こっちは死ぬ思いでてめえを川から引きずり上げたんだぞ。女じゃなかったらぶん殴って顎外してるところだぜ。女？たく、すぐ頭に血上りやがって。これだから女には戦仕事は向かねえっつうの。私だって好きで女に生まれたわけじゃない。情けない、お前だけには助けられたくなかった。
グリフィスに会ったあの日から全てが変わった。私は今でも長い夢を見続けているような気がする。あの人の隣にいたい。あの人の夢を成し遂げるために欠かせないものになりたい。その願いが叶えられると信じていた。信じることができた。あの日お前が現れるまでは 覚えているか。あの日、あの丘の上でグリフィスがお前にかけた言葉。お前が欲しいんだ、ガッツ。グリフィスは誰にもあんなこと言いはしなかった。今まで誰にも。なぜだ。どうしてお前でなければならないんだ。どうして。 Prepared for death. After suffering a cowardly attack by Adon,
Guts and Casca fall from a cliff into the river below. The two manage to crawl out of the river alive, but Casca is suffering from hypothermia. Guts, returning an old favor, warms Casca's shivering body with his own. Casca tells him of how she joined the Band of the Hawk and asks Guts why he fights. Guts cannot give her an answer, and there's no time for further thinking. The Blue Whales have found them. もうくたばってんじゃねえのか。死体でも報奨金は出すってよ。奴らの野営地だ。正面突破は無理だな。騒がれる前に倒すしかねえな。 話だぜ。女ってのはよ、どう考えたって向いてねえ戦には。お前に何が分かる。分かるわけねえだろ、子供なんだ。分かってんのはよ、お前の女の都合で足止め食うわけにはいかねえってことだ。お前が女だろうがどうだろうが敵さんには関係ねえんだぞ。 元気そうだな、おっさん。貴様はただでは殺さんぞ。我が心一つけ200年にわたり伝えられし拷問術、この世の地獄をたっぷり見せてくれるわ。女はこの場で傭兵どもの餌にしてやる。ガスカ、いけそうか。 これ以上貴様の世話にはならん。上等。どうやらその女をかばって受けたヤキズ、まだ癒えてはいないようだな。 今だ。キャスカ走れ。
すな。女は俺がいただくぜ。収まるもんだろう。火炎な剣の主のもとへ、グリフィスのところへよ。仲間を連れて必ず戻る。それまで死ぬな。この人数を相手に戦い切れると思うのか。の半数までも、これはまぐれではない。なに、まだそんなに残ってんのか。お前の頭かち割る頃には夜が明けちまってるな。様が相手してくれるわ。戦争。
やべえんじゃねえのか。ガッツ、おい、死ぬなって言ったろ。お前は私との約束を破るのか。ガッツ、うっせえな、ゆするんじゃねえ。傷に染みんだろうが。坂の段に百人斬りのガッツありだな。百人斬りガッツ隊長。ガッツ、その。怪我は大丈夫か？気にすることはねえよ。お前がやってることに比べりゃ、俺が斬り合うなんざ大したことじゃねえんだ。それはどういう？お前もグリフィスもそうさ。生きてることを丸々かけちまうほどのもんを持ってる。だがよ、俺が行き当たりばったりで100人と斬り合おうが1000人と斬り合おうが大したこっちゃねえと思うんだ。ここの連中は吹けば消えそうな小さな夢を持ち寄ってグリフィスっていうでっけえ炎に投げ込むんだ。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火にちょいと温まってフラッと立ち寄っただけなのかもしれねえ。ガッツ、俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。死にたくねえって理由だけで、こいつを振り回すことしか知らねえってだけで俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ、お前まさか鷹の段をやめるつもりじゃ。Alright guys, I think that's going to do it for this episode. Thanks for watching, and tune in again next time for more Berserk goodness, and we'll see you then. Take care, folks.